あ、なんかピンクの見えてる。あ、あのピンクは、まさか、人だ。それを視認した瞬間、胸が高鳴った。すみません。僕の声が届いたようで、その人影が糸に引かれたように、こちらを振り向いた。お、女の子。手を振ると、人影がスクッと立ち上がる。ワイシャツにプリーツスカート。うちの高校の制服だ。来たぞ、来たぞ、みんな。ここやぞ、みんな。来たぞ、みんな。よかった。人だ。ちゃんと人だ。来ましたよ、皆さん。近づくにつれて、その人影が猛スピードでこちらに向かっているとわかる。その顔に見覚えがあった。ユウ、そうだよ。来たー！もっと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 、間違いない。桃のユウだ。それよりこの、これよ。去年の10月に街遊びで見たときに一番ドキドキしたん。これよ。近い。近い。よ、そんで。もっと近い。見てみんな。もうやりたくなったでしょ、みんな、これ。見たら。東京クロノス。VR。オキュラスリフトとか、オキュラス GO とか、まあいろんな VR の機器ありますが、高いですが、これを見たら、その高いお金払ってもやりたくなったと思うでしょう、これ。近い。近い。でかい。そうよな。怖かったよな。一人ぼっちで。あ、そうだな。とりあえず一旦離れてくれ。京介、なんてことを言うんだ。離れちゃダメだよ。くっつけ。おい、もうちょいくっついていいんだぞ。もうゼロ距離でもいいんだぞ。もうゼロ距離射撃でもいいんだぞ、お前。デンドロビームだぞ、お前。誰もいないのかもって。そうよな。彼女は昔から泣き虫で、それは今も変わらない。ユウはみんなの前ではきちんとしている。だが、幼い頃から一緒にいて兄弟同然に育った僕の前では、気が緩むのか、感情を素直に吐き出すことが多かった。そう、幼馴染なんよ、このこと。京介、主人公京介は、もうこの、ゆうちゃんっていう子がね、俺のこのゲームの一押しのキャラクターでね、もうこの子が、心、ハートを射抜かれてこのゲームを今やっております。そうだな、怖かったな。でも、もう大丈夫だから。あ、離れちゃった。ありがとスカートでかいな。なんかスカート横幅でかいな、お前。初代ガンダムのドムか、お前は。出会えた人が見知らぬ人ではなく、ユウであったのは幸運だろう。そうだろうな。しかも特に幼馴染やけんな。安心感がすごいよ。僕が一緒にいても最も落ち着く人だった。生まれた時から家が隣で、小学校も中学校も高校も同じで、まさかこんなよくわからない状況に巻き込まれるのも同じとは。運命感じますね。もうこれ運命感じますね。結婚しよう。ちょいちょいウィングするな。ウィングっつうか、まばたきか。そこもまたリアリティがある。運命共同体なのかもしれない。 それはちょっと行き過ぎじゃないんか、京介、お前。まだ結婚も言ってないのに、運命共同体っていう言葉を語るんじゃないよ、お前は。甘く見るな、お前。人間関係、お前は。ああ。いいね、その体勢。ああ、お前も家におったんか。これで密室とかに連れてこまれとったらデスゲームやぞ、お前。なぜか密室じゃなくて、こういう誰もいない渋谷やけど。ユウもそうなのか。僕も同じだよ。誰か見かけたか。10分くらいここにいるけど、誰も見かけてない。京介はどこにいたの？家で眠りについて、気がついたら
あそこのビルの中にいた。どこ？どこなの？どこのビルなの、陽介？そうなんだ。私は気がついたらスペイン坂だったよ。そんな坂あるの？スペイン坂か。スペイン坂は渋谷駅から北西にあるおしゃれな通りだ。あ、ほんまにあるんだ、そういうんが。東京行ったことがないからわからないです。スペイン風で統一されているわけでもないが、なぜかそう呼ばれている。なぜかなんだなぜかなんじゃそれなんなんそれ、渋谷七不思議みたいな感じそんな感じなんじゃ、東京の人からしてみても。今では特に用事もないので立ち寄ることはない。懐かしい、小学生の時にみんなで行ったよな。みんなで。特別何かあるってわけじゃないのに。ガチャガチャがあるよ。ガチャガチャはどこにでもあると思うよガチャガチャ、あったっけ。しかもあったっけ言われてるしゆうちゃんゆうちゃん忘れちゃったの。あー、ごめんごめん、忘れちゃってたわもし本当はなかったとしても、その体勢でそう言われたらもう あったってことにしてやりたいぐらいない感じ。てかゆうちゃんすごいいいな、これ。君いい体型してるなやめてやめてほしいよね、これ。そんなエッチ目で見ちゃあかんよね。ごめんごめん。なぜか優が傷ついたような表情をして目を伏せた。その表情を見て思い出した。スペイン坂にはカプセルトイだけが並んでいる建物があるのだ。さまざまな種類があり、中身もよく交換されていたので、小学生の時にみんなで回しに行ったのだ。あ、思い出した。あったな、あの不思議スペース。もう今となってはカプセルトイで遊ぶことがなくなり、立ち寄らなくなったのだ、うん、今でも家を漁れば小学生の時に収集した景品が出てくるだろう。みんなで揃えたものもあった気がする。わあ、俺小さい頃さ、あの SD ガンダムのやついろいろ集めようだったよな。あー、懐かしい。あれってね、終盤になってきたら違う機体同士でね、部品の付け替えとかできるよな、あれ。懐かしい。俺もガチャガチャやらんようになったんて、いつ頃だったっけな。どうした、具合悪い？あ、いや、全然平気。大丈夫、なんでもない。こういうエフェクト出てくるんだよ、この焦った時のやつ。そう、それならいいけど、お前、たまに無理するからな。ユウは明るく、とっつきやすい性格だ。友達も多い、羨ましい。しかし、ふと寂しそうな表情で、ぼんやりしていることがある。そんな彼女のことは、きっと僕以外、誰も知らないだろう。それを知っている僕は、やっぱり、運命共同体なのだろう。これからどうしようか。おお、考える姿も可愛い。一人が二人になったのはとても心強いが、具体的に何か解決に近づいたわけではない。そうやな。結局どうして人がいないのか。やはり家に帰るのがいいのだろう。ユウ、スマホって持ってるか。持ってない。カバンもないし、生徒手帳もない。あるのはカメラくらいかな。なぜカメラがあるんだいって説明はちょっとこの後にあると思うんで。ユウがポケットからデジタルカメラを取り出した。インスタグラムにあげるのか。違うよ。彼女がいつでも思い出を残しておけるようにと肌身離さず持っているものだった。ピンク、君ピンク好きだねユウは写真部に所属していて、素人目にも写真を撮るのがうまいことが分かるほどの腕前だ。そういうことですよ。文化部なんだよな。なんかちょっと俺見た時さ、この子チアリーダーとかチアリーダーの服とか似合いそうやなとか思っちゃったけど、そういう雑念はいらない。そういう雑念はダメ、そういう雑念はダメ。写真部だよこの子は。マジか、僕は何も持ってないのに。はい、残念でした。京介くん、同じようなもんだよ。このデジカメだってバッテリー終わっちゃったらそれまでだし。冷めてんなとりあえず家に帰ろうと思うんだけど、どうかな。
私もそうしようと思ったんだけど、電車が動いてないみたいなの。人がいないからな。マジかよ。その可能性を失念していた。人がいなければ電車も動かない。考えてみれば当然の話だ。自分たちで動かしてみようよ。町というのはどこか自分とは無関係なところで自動的に動いているような気がしてしまう。しかしそれは多くの人が関わって一つのシステムに見せかけて動かしているだけだ。なんか深いな、京介。お前、人がいなければ渋谷は動かない。それを痛感した。どうしようか。ここから歩いて帰るしかない。歩いたらどれくらいかかるだろうか。日が暮れるまでには着くだろうか。いかんせん歩いたことがないのでわからない。そうだろうな。もう小さい頃から電車に乗り慣れとるだろうな、お前らは。東京の都民は。俺電車に初めて乗ったの18歳になってからやぞ、お前。徳島から神戸にある専門学校に入学した時にそっちに移り住んだことがあるんやけど、その時が初めてやな、電車。そもそも家に帰ってからといって何かが起きるのだろうか。とりあえず家に帰ろうという発想は、家に帰れば家族がいて何かしらきちんとした対応が期待できてからだ。いや、もしかしたらさ、引き出しから猫型ロボットができてさ、なんかもしもボックスとかあるかもしれんでないか、お前。しかし渋谷に誰もいないとなると、もうどこまで行っても誰もいないような気がしてくる。確信に近い、何か重大なことが起きている。もうこの静けさはもうさ、ゾンビとかがうようよってもう、あ、バイオハザードみたいな世界やもんな。人影を見せたらもしかしたらゾンビかもしれないっていう恐怖かもしれない。それは僕やユウだけではなく、もっと大規模なことだ。恐怖で喉が鳴る。いや、マイナスで考えすぎだ。とりあえずは誰かを探した方がいいだろう。ローのように何かを知っている人がいるかもしれない。情報を集めよう。おうおう、後ろ姿。どうした？わ、誰かおる！てか、まあこれはデモ版で見たことあるけど。あそこ、誰かいない？いるね。え、どこだよ？ユミおるやなよ。今日お前目が悪いのか、お前。おるぞ、あそこに。ほら、あそこ。縁に誰か立ってない？おるおるおる。ほんとだ。はい。人だ。女の子です。また人に出会えた。うちの高校の制服に身を包んだ女子だった。なぜか屋上の縁に立ち、空を見上げている。ぎょっとする。ローといい、彼女といい、どうしてみんなそんなに危ない場所に立つんだ。言うよね。煙とバカは高いところが好きって言うよね。失礼なこと言っちゃうけど。おい、危ないぞ。屋上に立つ彼女は何の反応も示さない。微動だにせず頭上を見つめ続けている。ダメだ、聞こえてない。何をやってるんだ一体。あれってカレンちゃんじゃない？カレンちゃん、てか胸の膨らみでかいな、お前。え、二階堂。ビューって言う。顔の向き一瞬で変わったな、君。二階堂カレン、その名を思い出して少しだけ胸が高鳴った。目を凝らすと確かに二階堂のような気がしなくもない。危ないぞ。もう一度叫ぶと彼女はやっと目線をこちらに向けた。大した反応を示すこともなく、興味な先に僕らを見つめる。やがてそうすることに飽きたのか、彼女は柵の扉を開け内側へと入った。何だったんだよ、あいつ。あそこで何をやってたんだって話になるけど、胸を撫で下ろす。彼女はそのまま姿が見えなくなった。
何してたんだろう。表情豊かなのに、さらにさ、そこにエフェクトがついて、君は結構感情を表に出すタイプだね。そう。来た。しばらくすると、東急ビルから二階堂レイナが出てきた。ビシッと折り目のついた制服、黒い流れるような長髪、透けるような白い肌、凛とした立ち姿に高根に咲く花を思い浮かべた。多分告白して振られた男子は数知れずだ。いつ見ても綺麗だと思った。モノクロな彼女に赤いリボンがよく生えている。いい表現する。京介お前結構さっきからいい表現するな。お前小説家目指せるぞお前。カレン、これあげる。あ、小さい頃の回想か。あれ、コナンデモ版にはなかったと思うけど。マジか。え、これ私に。ありがとう。中学生の時にあげたリボンをつけてくれている。うわぁ、なんかちょっと向こうもこっちに気があるみたいな感じなんやけど、もしかしてだけどこのままあいつと恋人になれるんじゃないの。ドブロックが出てくるぞ。見るたびに思い出してしまう。いや、今は思い出にふけている場合ではない。屋上で何してたんだよ、危ないだろ。びっくりマーク。えって今の預けにそこまでびっくりマーク出すことあるかな。二階堂と目が合うと、彼女は驚いたように目を丸くした。え、何何、なんかちょっとピクピク口が動きを聞かせる。あなた、桜井君。そうだけど、どうかした。なんだ、桜井京介の偽物をこれまで8人ぐらい見たかお前。無視だった。僕、何かしただろうか。え、京介もしかして小さい頃、この子の顔を見ながらちょっと変な妄想してたんじゃないの。確かに彼女は無口な方だが、話しかければいつも返してくれる。優に身内する。なあ、なんで僕無視されてんの。何かしたんじゃないの。京介デリカシーないところあるから。京介言われてるぞお前。ゆうちゃんって誰だ。ゆうちゃんがすごい目で見てるぞお前。何かする余地もなかったと思うんだけど。二階堂の頭のてっぺんから足のつま先までじっと僕を観察している。僕と彼女は小学生の時によく話していた。また小学生からの付き合いか。中学高校と同じところだが、中学のとこ途中からあまり話さなくなってしまった。距離感のつかみ方がわからなくなってしまっているのだろうか。カレンちゃんも渋谷に来てたんだ。来てたっていうか、気がついたらここにいたのよ。そうだな。気がついたらってどういうこと。お前らと同じパターンじゃないの。話してくれない。徹底的になんかマークされてる。なんかちょっと避けられてる感じがする。最後の記憶はよくわからない。僕以外には普通に受け答えするのかよ。京介お前何かやったんじゃないの。デリカシーないって言われてるしな。本当に僕何かしてしまったんだろうか。記憶が曖昧で、気がついたらあそこの屋上遊園地にいたわ。屋上遊園地なんかあるんじゃ。屋上遊園地、懐かしいね。東急ビルの屋上にあるんだよね。お前はいちいち体勢を変えると可愛いな。小学生の時にみんなでよく集まったよな。小学生の時8人でよく行動していた。
人気のない屋上遊園地はいつもがら空きで、僕らのたまり場だった。カレンちゃん、上から誰か人影見たりしなかった？あ、それを探すために上に登り寄ったのかな。だとしたら頭いいな。そう、ずっと空見てたから。空見てたんかい。それ下の方を見て誰か探すところじゃないの、お前。興味本位だったんか。空が見たかったで、そういう興味本位だけだったんか、お前。どうしてほらポカーンとされてるぞ、お前。空が好きだから。はいはい、わかりました。好きだったら空見上げますよ。私が悪いございました。空、そういえば二階堂はいつも空ばかり見ていたような気がする。好きなんだ。曇ってるな。残念ながら今日は曇ってるな。もうあいにくだったな。うん、残念。昔はそんなこともなかったが、中学以降はふとした瞬間に頭上を見上げていた。所属していた美術部でも空を題材とした絵ばかりを描いていた。ほう、何か強い思い入れでもあるのだろうか。なんか人が全然いないみたいなんだけど、何か知らない？何か知らないで知ってるって言うたら逆にえってなるけどね。ええ、何も。こんな状況なのに二階堂には焦りが見られない。余裕すら感じられる。僕もユウも孤独に苛まれていたが、二階堂はそういった感情とは遠慮そうだ。この子に対してスカートめくりとかそれぐらいせんかったら多分動揺とかせんのだろうかな。エッチな方向に考えたため、世界に一人になったとしてもきっと平気で生きていけるだろう。あ、それは多分スカートめくりしても平然としていられるタイプなんだろう。いや、ダメダメ、そんなエロいことを考えたらダメ。もうそっちの方面に考えてしまうのが俺のダメなところ。二階堂、どうして。ん、瞬間視界が真っ暗になった。え、こんな展開あったっけな。デモ版の時、顔全体がもふっとした柔らかな感触に覆われる。わけが分からず頭を振って払おうとするが、視界は開けない。真っ暗、結形、真っ黒クロスクで出ておいで。え、何、なんだ、何が起きた。混乱し優に助けを求めようとしたその時、後ろからにしししししし、と聞き覚えがあるような声がした。だーれだ、だーまれ、あれ、ユリアちゃん、ユリアちゃん、答えないでしょ。ユリちゃん、それは黙っとかなあかんところや。あ、できた。そう、3人目、ようやく視界が開けた。白衣姿で楽しげめな笑みを浮かべている女子がいた。左手には無造作に不気味なぬいぐるみが握られている。あれを僕の顔に押し付けなのだろう。何あれ。ハロー、桜井くん、桃野くん、二階堂くん、奇遇だね。おお、おお、元気っ子。道獄ユリアはそう言ってピースした。東国、お前も来てたのか。そう、東国ユリアちゃん、この子もさっき言った8人の中の1人だ。この東国ユリアっていうこの中の人はね、結構ツイッターでエゴサーチしてるのか。よく俺の東京クロノスのツイートにね、よくいいねしてくれてる。もうこのゲームの声優陣のキャスト陣の中で一番エゴサーチしてるだろうなっていう人だ。こんにちは、東国さん。やーやー、こんな状況でも清楚だね、二階堂。こんな状況でもって清楚なの、清楚な人はいつも清楚だろう。東国、ただでさえおかしなことばっかりで頭が痛いんだ。いきなり驚かせるな。僕はそんな、怒らないでよ。こっちとら気がついたら渋谷だし、周りに誰もいないし、不安で潰れそうだったんだから。本当に不安なのか。あんまり不安に感じてなさそうな喋り方するな、お前。全くそう見えないんだが。同感です。
緊張感のかけらも感じられない。二階堂、東国と高世界に対して普通じゃないリアクションの人物が立て続けに現れ、自分の感性が狂いそうだった。乙女には優しくするべきでしょう。はい、すいません。で、これって何が起きてるの？だ、分かってないんだよ。全然わからない。僕ら三人も気がついたらここにいてって感じだから。そうなんよな。そっか、僕も家で寝て。僕子なんじゃ。気づいたらファンシーショップの前だったから、全然何が起きてるかわかんない。誰もいないからとりあえず駅目指してきたんだけどね。ほう、東国でもわからない。東国にわからないことなんてあるのか？初めて見た人に言って、え、どういうことみたいな感じに思うだろうね。この説明はちょっと後にあると思います。天才のユリアちゃんにわからないなんて。絶望者顔。東国さんがわからないならみんながわからなくても当然よね。二階堂さんまでそういう。なんか荷が重いんだけど。東国ユリアは小学生からの友人だ。いわゆる天才というやつで、中学の時には物理学の何か権威的な賞を取ってテレビに出ていた。やばいよね。ちょっと考えてみてくださいよ皆さん。自分の中学の時の同級生でそんな友達おったらどう思います？考えられないよね。幼馴染の中では東国に聞けば何でもわかるというくらいに、彼女の知識や頭の回転の速さには信頼を置いていた。へえ、そうなんじゃ。どんな知識でもか。どんな知識でもだか。はあ。何にもわかんないかって言ったら、それはまた違うけど。ん？どういうことだ？おい、何かこの状況でわかってることがあるのか？またゆうちゃんなんかびっくりマーク出した。このビックリマークとかそういうエフェクト、君の特権なのかい？ちょっと、ああ、この子も出たわ。そうでもなかった。確証がないからまだ言えないよ。うん。なんだよ、もったいぶらずに教えてくれよ。ダメだよ。不安を煽るだけになっちゃったら悪いし。ただ若干ゆうちゃんのその手がファイティングポーズに見えてくる。東国にはこういうところがある。証明主義というか、確証がない情報に関しては口にしない。会話なんてだいたい不確定、なんとなくで成り立っているものなのだから、もう少し緩くやっていてもいいといつも思っているのだが。気になる。それでもいいから考え聞かせてよ。それにユリアちゃんの考えならどうせ合ってるだろうし。信頼度高っ。特別に教えよう。ありがとうございます、ユリア先輩。チース。東国の言うことならどうせ正解だ。お前もか。お前も東国信者か。お前は。彼女が間違ったことなどない。東国はにやりとして秘密を解き明かすようにつぶやいた。人類が滅んだんだよ。は？